4年ぶりのヨーロッパ撮影旅行、汽車あり、グルメあり、地元のお祭りあり、そしてアクシデントありの夫婦珍道中です。引き続きシャンブルドットに滞在し、蒸気機関車の撮影を行い、そして夜は美味しいものを飲んで食べる北フランスアブビルとソンムの旅パート3です。ではどうぞ。フランスアブビルですね、民泊ローズガーデンの3日目の朝ですね。3回目の朝食になります。今日はクロワッサン、ケーキではなくクロワッサンになってます。あとヨーグルトもですね、ナチュラルヨーグルトなので、そうですね、なんか黒砂糖みたいな、なんかのから作った糖ですね、こういうのがついてます。そして果物はスイカです。あとはまあコーヒー、ミルク、オレンジジュースです。フランスといえばクロワッサン、初めてですかね。フランスでクロワッサン今回初めてです。ではいただきます。ボンジュール。ボンジュー。では、はい、フランスのクロワッサン食べてみたいと思います。はい、サクサク、中も何重にもなってる本格的なクロワッサンです。はい、バターがしっかり効いてますね。はい、うん、そしてこのカフェオレで、今日はこの黒砂糖のようなものがついてましたが、うん、もうまだも開いてしまって、うん、どう使っていいのかがわからないです、うん、もしご存知の方があれば教えてください。とりあえずヨーグルトにかけたの、はい、ヨーグルトには黒砂糖とちょっと残った、ジャムを、ジャムを乗せました、はい、一度どうぞ食べてみてください。食べてみましょう。はい、セボーンですね。はい、今日は黒砂糖をコーヒーにも入れてみたんですよね。黒砂糖はコーヒーにも入れてみました。はい、はい、では、はい、スイカですね。フランスのスイカ食べてみたいと思います。はい、種が少ないですね。種が少ないですね。ヨーロッパの人は年中スイカを食べるんです ね。まあスイカ、はい、甘いですね。甘いですね。うん、美味しいね。こっちのスイカはなんかね、甘いね。たまに日本だと甘くないスイカに当たることもありますけど、うん、ね、うん、ヨーロッパの人スイカをよく食べるんですね。はい、はい、朝食を終えて今日も蒸気機関車の撮影に出かけます。まずはノイエルス駅近くの池で撮影します。
今日は特別列車が走るようで、ディーゼル機関車が入れ替えをしています。レストランカーのようです。何か作ってるみたいですね。キッチンもあります。こちらがレストランカーのようです。先ほど、のキッチンでこちらに料理がきっと運ばれるんですね。これはきっと食事付きのレストランですね。ずっと奥もレストランになってるようです。まだキッチンからはとてもいい香りがします。今料理の仕込み中ですね。今日は貸し切りのレストランカーが走ってます。現在とてもいい匂いがしてました。はい、あって、乗ってみたかったな。汽車の終点サンバレリスルソンムへバスで移動します。汽車の撮影まで時間がありますので、サンバレリスルソンムの街をブラブラしてみたいと思います。汽車の終点バルデソンムですね。港町の町の中心です。レストランがたくさんあります。ワイン屋さんもありますね。ちょっと覗いてみましょう。おお、フロマージュがたくさん。お昼は 17.9 でフロマージュと飲み物いっぱい、ワインいっぱいついて 17.9 ユーロですね。チーズの香りがすごくします。いろいろありすぎてどれがどれだかよくわかりません。冷蔵庫の中にもいろんなチーズを置いてます。反対側にはワインがたくさん置いてます。ちょっと見てみましょう。あ、この辺ブルゴーニュですね。結構ブルゴーニュが豊富です。向こうにはシャンパーニュ、肉屋さんもありますね。この辺は羊の肉が有名なようです。羊のいろんな部位の肉があります。真ん中を腎臓も売ってますね。
今日は雨と風が強いので撮影はこれで切り上げて直通バスでアベビルに帰ることにします。ただバスの発車までは時間がありますので、ソンムには3軒のスーパーがありますので、スーパーを見に行ってみます。まずはカルフールに行ってみます。道を歩いてると道端にこんなのがいますね。近づいてみましょう。近づいても逃げませんね。人懐っこい。逃げません。ここは道路沿いです。道路沿いにソンムの町のカルフールにやってきました。ちょっと見てみましょう。この辺りはフルーツですね。野菜、果物、そして何といっても港町魚ですね。この辺はこれサバっぽいですね。あと中長い魚もサーモンですね。サーモンにタラ、あ、カニがいます。カニ、エビ、イカ、こちらはツブ貝のようなものですね。干物があります。そしてこちらはビアンド、肉類ですね。ああ、いろいろありますね。この豚のぶつ切りなんかすごいですね。お惣菜コーナーですね。この辺はアピールと同じようなものですね。ハム類、あ、これは鶏の丸焼き、フランスのロゴでもありますね。チーズコーナーもあります。これは熟成してうまそうですね。はい、いろいろあります。インスタントラーメンのコーナーにやってきました。もちろんカップヌードルがあります。そしてお米も売ってます。ほとんどタイ米ですが日本米もあります。寿司米と書いてますね。ニューロ台です。では次はインターマルシェに行ってみます。ソンムの町を歩いています。青い綺麗な窓のお家ですね。色とりどりの壁の色の家が並んでいます。ソンにある別のスーパーにやってきました。ここは4時半開店ということで今から行ってみます。果物、野菜ですね。シャンパン、まあ円安なので円に直すとやっぱり日本で買うのと変わりませんね。現地であってもそんなに安くないです。ただ日本にはあまり入ってこないシャンパンなら10ユーロ台でも買えそうです。生ガキ売ってますね。ちっちゃいので11ユーロ、大きいので25ユーロですか。必ずあるチーズコーナーですね。いろいろあります。すごいですねこの量。どれを買っていいかわからなくなりますね。アブビル行きのバスに乗ったのですがストライキということで途中のノイエルスの駅で降ろされてしまいました。今ノイエルの駅です。本当はバスでアベビルに帰るつもりが今日はストで、バスここで降ろされまして
電車でアベビルに戻ります。なんとかアベビルに戻ってきました。アベビルのカルフールです。4日間通い続けたカルフール、今日は最終日です。果物ですね、この辺りで、向こうが野菜です。芋がボン売られてます。この辺りにはサラダです。そしてこの4日間お世話になったお勤め品コーナー、パテですね。この辺りがの名産パテルームです。アムル、ソーセージ、おーすごいソーセージですね。ハム、ソーセージ、お肉ですね。どんなお肉がありますか。串焼き、これ家で焼いて食べるだけというやつですね。ハンバーグ、あといろいろなお肉が並んでいます。買い物を終えて宿に戻ってきました。明日は出発が早いので、明日のパンを今日お願いして、いただきました。でこれから、詰めます。あとマダムからプレゼントでワインをいただきました。プロヴァンスのワインです。今日飲んでみたいと思います。アベビル民泊4日目の晩です。今日もカルフールでいろんなものを買ってきました。まずはカニサラダ、
3.9 ユーロ、次にパエリア半額です 2.44 ユーロ、次に鶏の丸焼き半身、これも半額 1.3 ユーロ。そして野菜が足らないのでちょっと生野菜ですね、ハムとチーズも入ってるというサラダです。もちろん中に、ドレッシングが入ってます。以上です。では今日のパパ、マイラーマラーですね、開けたいと思います。上手に開けられるでしょうか。どうしよう、開きました、はい、どうぞ。今日のシャンパンはマラーです。はい、では飲んでみたいと思います。はい、本当はシャンパングラスがいいんですが、まあしょうがない、はい、行ってみましょう。はい、ではまずはテイスティングです。はい、うん、タンから来る香りですね、樽由来の香りがして、では飲んでみましょう。はい、なんか非常に濃厚で程よい酸味、はいはい、うん、余韻も結構長い、美味しいシャンパンですね。はい、これ初めて飲みました。はい、では前菜はカニ、カニ、カニサラダ、カニサラダ、ではカニ本物のカニです。はい、カニカマじゃないですよ。はい、わあ、このシャンパンに合うよ。セボン。はい、私も飲んでみますね。美味しいですね。うん、では生野菜ですね、野菜サラダ、うん、ハムとチーズも入ってます、うん、でドレッシングも入ってました。はい、うん、なんでしょうね、うん、ピクルスが入ったフレンチドレッシングという雰囲気ですね、うんうんうん、では、はい、実食、実食では食べましょう。はい、ピクルスがいい味を出しますね。なるほど、うん、ドレッシングがピクルスが入ってる感じなんですね。うん、うん、あんまり程よい酸味で、うん、うん、これはシャンパン。はい、おセボン。はい、ではパエリアをぬくめております。あったまりました、パエリアが温まりましたので食べましょう。はい、ではパエリア食べたいと思います。何が入ってるかムール貝、はい、パプリカ、はい、あ、サラミですね、うん、サラミソーセージ、うん、なんか魚ですかね。あ、そうなんですね。でかい魚が入ってます。あ、そうなんですね。わあ、本当ですね。知らんかった。あ、はい。魚じゃないな。あ、肉ですか。肉でした。あ、はい。はい。はい。出ます。はい。では、いただいてみます。はい。タイ米風のお米で、うんうん、結構もちもちしてますね。ムール貝ですね。ムール貝なので、ムール貝食べてみたいと思います。ムール貝。美味しい。美味しいムール貝です。はい。これにはやっぱりシャンパン。はい。おー、セボン。では、マダムからのプレゼント。プロバンス赤ワインを飲んでみましょう。はい、ワイングラスがいいんですが、ないので、とりあえずこの今回は行くんでしたっけ、プロヴァンスには。行かないですね。行かないですね。はい、うん、南仏で走る予定だった汽車は電気に変わってしまいました。残念ですね。残念ですね。はい、では飲んでみましょう。はい、おー、すごい果実味の香り、ロスグリとか、うん、
ちょっと胡椒っぽい感じ、シラーも入ってるんですかね。シラーが多いんじゃないでしょうかね。そんな感じがしますね、胡椒っぽいんで。あ、そうなんですね。やっぱり果実味が南仏なんで、果実味のある赤ワインです。はい。鶏のローストが温まりましたので、はい、食べてみましょう。はい。では。こういうキッチンがついてると、フォークとかナイフとかもあっていいですね。そうですね。もう絶対冷や食がいいですね。フランスはこういう惣菜が豊富ですんで。そうですね。うん。美味しそうですね。はい。うん、これはうまい。赤ワインをどうぞ。うん、これにプロヴァンス。プロヴァンス合わせてみます。はい。うん、セボン。はい、はい、ではフロマージュをいただきます。昨日の残りですね、はい、ルパレット、うん、まず1個目ルパレット、こちらからいただきたいと思います。こんな感じでね、うん、ちっちゃなポーションで売ってるのって、うん、ちっちゃなポーションで売ってるんで4つですよね、うん、なんかいいですね。すごい食べやすいですかね、うん、このねホテルなんかパンもいろいろ購入されるんでしょうねきっと、うん、日によってなんか全然違って違いますからね。いいですね。はい、まあおそらくこれカンパーニュだと思うんですね、うんうん、今朝のパン、カンパーニュいただきます、はい、カンパーニュと、はい、ロマージュ、はい、癖がなく程よい塩味と、これは羊ですね。羊ですか、うん、ちょっと調べましょうね、うん、あ、シャンパンですか。シャンパン、はい、うん、セボン。ルッパレットの断面はこんな感じですね。外皮は非常に柔らかく、中はキャラメルのような雰囲気になっています。ルッパレットというのは商品名のようで、チーズの種類としてはブレビス、羊のチーズのようです。続きましてはロカマドールというチーズですね。見た目はカマンベールっぽいですね、うん、はい、では、はい、食べていきたいと思います。わあ、むっちゃ柔らかいこれは柔らかい、きっと牛ですね多分牛やと思います。これはパンにつけて食べましょう。うん、実食、はい、あ、とろっと、むっちゃ熟成した、もうとろとろです。とろとろですね、はい、これは美味しいですね。うん、美味しいナチュラルチーズです。これにはプロヴァンスの赤ワイン合わせてみましょう。セボン、今のロカマルティ、確かにシールにヤギのイラストがありました。ヤギのチーズですね、訂正します。そんなに癖もなくて、そんなにヤギ臭がしないんで、牛やろうなと、非常にミルキーなんで牛やろうと思ったらヤギでした。でもこれすごく美味しかったですよね。美味しい、まあ熟成してるんで非常に美味しいです、はい、またどっかでね出会ったらちょっと覚えておいて、いいですね、うん、買いましょうね。今日の買い物はローストチキンが 1.3 ユーロ、野菜サラダが 2.75 ユーロ、これからの道中で飲むためのブルゴーニュ赤ワインが 13.99 ユーロ、カニサラダが 3.9 ユーロ、パエリアが 2.45 ユーロ、トータルで 24.39 ユーロでした。ではおやすみなさい。さて次回の旅はアブビルを早朝に出発し、TGV に乗り継いで、アルザスのワイン街道を通り、そしてレーテッシュ鉄道に乗って、スイスのアルブラ渓谷にあるスラバ村までの鉄道旅です。どうぞお楽しみに。
もしよろしければチャンネル登録お願いします。サチトラベルでした。